CD は西郷隆盛という CD、 それから最果ての先森、憲法より大事なもの、全部で CD は3種類ございます。本はですね、平成防衛史というこの本一冊でございます。以上全部で4種類ありますので、よろしくお願いいたします。田村先生のお声はね、甘いんですよ。甘い声でね、本当に顔と似合わないよね。こういう関係も広くてですね、まあ、先ほど言ったのね、独身の方だとか、いろんな分野の人がこの間誕生パーティーに来られましたけど、本当に幅広い人脈をお持ちで、政界の人脈だけじゃなくて、政界外の人脈もすごいんですよね。歌がおもたらす永遠ですかね。山木さん、大きいやつかな、どんな。できる人と2つある可能性の問題と、希望願望の話でありますけど、田村先生は総理大臣にしたい人、総理大臣になれる人、2つ挙げるとしたらどうですか。難しいね。難しい。誰かな。やっぱり総理大臣っていうのは自民党総裁選っていうのがありますから、まあ、党員投票っていうのがあるんですが、最終的には国会議員、自民党国会議員に人気があるかどうかと、まあ、いうところがやっぱり勝負なんですよね。そうすると、まあ、世相上がっている、まあ、有力な河野さんというのはですね、やっぱりそれは国会議員の中ではやや劣るというところがやっぱりありますから、そうするとやっぱり派閥の長になる方ですね、派閥の長である、例えば政和会で言えばどなたが長になるか、なった人が有力だということで、まあ、現在のところだからそういう意味ではですね、まあ、茂木さんなんかも有力なんですが、ただ一般的な人望っていうか、やっぱり一般的なその世論調査の国民的なランキングってありますよね。それもだから影響するんですよ、選挙でね。あんまりその茂木さんみたいにあんまり人気がないとどうだろうということがありますから、そこらはやっぱりいろいろ問題になってくる。そうすると結構だから、なんだかんだ言っても、やっぱり岸田さんがやっぱり、辞めない限り続くんですよ。いろいろね、言われてるんだけど、僕は政治の世界入った時に、最初の総理大臣、三木武夫さんなんだけど、三木さんってのはね、評判悪いんですよ。評判悪いんだけど、結局最後まで辞めなかったのね。最後まで。それで、岸田さんはですね、結局大学に3回落っこってるでしょ。ああ見えても結構ね、ずぶといところあるんですよ。だから衆議院の解散なんかでも思い切って早めにやったですよ。それはひょっとしたら小池さんがいろんなことをやるんじゃないかということで先に決断して、それで自民党はそこそこ議席を取ったりしますから、そういう意味で言うと結構岸田さんは一般的な評論家皆さんが言うよりも結構しぶとく続くと、それとあとはですね、野党がひどすぎるんですよね。特にその連合がありますから、連合があってその連合がまた先になってるわけでしょ。で、立憲と国民民主、さ、国民民主の玉木さんがいいこと言ったって、それは、ね、与党でなかったらクソの役に立たないからね。そういうところを政治っていうのはよく考えてやらないと。それで世論調査を見ますとね、岸田さんの支持率が多少 30% とか前後だけど、自民党の支持率っていうのは結構 40% 前後でね、 40% の支持率ってめちゃめちゃ高いんですよ。それに比べて立憲だとか維新だとか他のところものすごく支持率が低いですから、だからそこらはありますよね。だからそういう意味じゃ本人が辞めなきゃ続くと。だからそういう意味で言うと菅さんね、菅さんはだから僕が政治評論家で夕刊フジにものを書いた時に、それは世論厳しいだろうって言われたら自民党から連絡来てちょっと書きすぎじゃないかって言われたんだけど
ただ本人辞めちゃったからね。だから辞めなきゃいいんですよね。だから辞めなきゃいいんだけど、その辺のやっぱり図太さっていうのが意外とね、ああ見えてもあの腹の図太さっていうのはやっぱり岸田さんにありますから、辞めると言わない限りすると、だって大臣が4人も辞めたりね、また今日も秘書官が辞めたってね、やっぱり続くと思いますね。そこはあの私の後援会の仲間はですね、高市ファンが結構多いんですけどあの高市さんがなんか奈良県の県知事選で非常に苦労してるって。ああそうですね、昨日だからアイラドットに僕のコメント出てその問題出たんですけど、やっぱりあの高市さんは非常に厳しいですよ。やっぱりあの安倍さんがいて高市さんですから、安倍さんがいなくなっちゃうともうあの浮いちゃってますからね。だから本来であれば高市さんがきちっとしていれば清和会にこう入ってね、でその中から推薦を得るみたいな形にならなきゃいけないのはこうなってないでしょ。それでやっぱり今度の奈良の知事選でうまくいかないと地元も掌握できないのかという話が出ると思いますね。だからあのそれは昨日のアイラドットにコメントしましたけどもね、そういうところがあると思う。だからいずれにしても派閥を持ってないと、派閥の長であるかどうか、だから派閥に入っててもあの河野さんみたいに派閥の長じゃないから、その違いってすごいんですよ。だから岸田さんがなんで総理になったかっていうのは派閥の長だったと思う。だから野田さんなんかでも20名集めるのもひいひいでしょ、やっと出れたっつって、それでほっとして終わっちゃってますから、だからそこらがやっぱりあります。そんなもんで、あとはまあ、はい、山本さん、山本さん、今の佐藤さんに質問したのは、総理大臣になってほしい人となれる人と、この可能性の問題がありますから違うんじゃないですかと、させた人とは誰ですか、なれる人は誰ですかという質問を何回来たんですが、山本さん、どうでしょうか。どうぞ、この、まあ、これもいいか。質問整理すると、このね、ウクライナ戦争があって新型コロナウイルスの後の対応があって、アメリカが崩壊しつつあるという時に、誰が日本を導くべきかっていうべき論の話と、私とか田村さんの世界でじゃあ次総理誰よと、じゃあいつよっていう時は、これは総裁選勝つかどうか、これ言ってるんです。これ実は全く違う議論になっちゃう。じゃあ私はさっき言った通りね、あの今この激動の動乱の令和に岸田さんじゃダメ、これべき論って見ちゃもうダメって私の結論なんですね。じゃあ誰なら適任ですかっていうと、今いないんです。ところがね、例えば安倍晋三ってどうしてだったか、多分田村さんが出会った頃は軽いお坊ちゃま君の秘書官だったわけですよね。いや相手しなかった俺こういう人だからやりにくくてしょうがないんですけど、ただね外務大臣の時はあの追行したのは外務省の秘書官がついてきたから、で一切あの長曽根内閣の時に、ね、総裁選で安倍さんが安倍晋太郎さんが当選して、当時 の秘書官の垣内っていう有名な秘書が僕に安倍には全部田村さんの言う通り動いてくれと言ってますから大丈夫だっつって、全てだから僕がこうだああだっつったら安倍晋太郎はその通り動きましたから、その時に随行でついてきたのは役所の秘書官でしたから、だからその時安倍さんがいたっていうのは分かったけど、非常に線の細い青二歳っていうか政治家になるとは思ってなかったような、そんな雰囲気の人でしたね。はい、以上です。すぐね、その、だから私はいかにやりにくいか分かりますけど、ただ、これ、いない縁なんですけど、その時に、随行で行った外務省、要するに、安倍晋太郎外務大臣の秘書官っていうのは、役所から、まあ、1人、2人について、それから、安倍事務所の、秘書が秘書官になるんです。これ特別公務員としてなる。だから当時は3人体制だったんです。で、その外務省のね、安倍晋太郎外務大臣秘書官が実は、ね、僕の高校の先輩だったんですよ。で、これがまた軽いおじさんで、僕がロンドン支局にいた時にロンドンの総領事をしていて、合コン大魔王と言われて
名前はこの際控えますけど、私の高校の先輩ですから。ただ、安倍さんは当時はその秘書官と、要するに外相が外遊行ってる時はどっちかがついてるんですけど、それ以外はもうずっと東京で合コンしてたんですよ。その証言を合コンしきってたその人から私は直接聞いてますから間違いないんですね。だけどだから今ね、安倍晋三、若き日の安倍晋三が今永田町や霞が関にいても総理に任せられるって思わないたはずです当時は、ね、ということはね、僕は優勢なんと無勢なんてよく言うんだけど、要するに今はダメでも化ける卵ってあるんです。ダメなの岸田文雄河野太郎、そもそも日本人かどうかわかんないよ話。そうするとじゃあ化けるのは誰だって言った時に、私やっぱり佐藤さんが名前を挙げる高市さんは化ける可能性がある。これ政局的にじゃないですか、うん、資質としてこの国を守るという意思はあるかに岸田さんよりは強く高いと思います。あと萩生田さんね、うん、このお二人については萩生さんもかなり雰囲気出てきてますけど、うん、化けるんじゃないかなと、うん、国防という意味で、うん、あれこの国を、うん、そのこの形のまま守るという強い意志を持ってますかって言ったら、うん、この二人は僕は今適任かどうかというよりは、べき論で言えばこの二人には期待ができる。逆に言うと他の人はちょっとなかなか難しい、ね、で茂木さんは分かんないですよ。ただ、うん、正直厳しいかなと思ってます。それはまず田村さん言ったように人望がもうゼロなんです。同期以下の人望、あそこまでない人はなかなかいないですよ。で、ずいぶん最近はね、工夫してね、僕は彼が政調会長になった時に自民党キャンプだったんで、誰かつけてもろくなこと言わないから僕が見たんですよ、うん、そしたらすごく低姿勢でね、そうよ、反省の雰囲気があったんですよ。ただね、2ヶ月ぐらいでだんだん記者をバカにするようになってきて、やっぱりこう、血を争えないなって感じなんです。私ね、安倍晋太郎さんとね、中東のアラビ諸国連邦でお会いしたことがあるんです。で、息子さんが記者やってて、息子さんどうですかって言ったら、安倍晋太郎さんはね、まだまだ修行が足りんなっておっしゃってましたけど、そのことは今言われたような感じだったんだと思いますね。だから政治家はね、国民が育てるんですよ。ポストは人を育てる。そうですね。私実はですね、藤岡先生だと北海道の記念塔の解体ツアー反対で行ったんですけども、もう道庁に来ましたらもう完全にその無視に近いような状態で、請願書ももう何て言うか知事も副知事も誰も受け取らなくて、最後のなぜ来ないんだって言って、記者の人に言うぞって言ったら、なんか局長が出てきたんですけど、本当にでも対応がもう非常に、まあ、なんていうかね、バカにしとるというかね、それが自民党から共産党と一緒なんですよ。で、私は思うんですけど、もう北海道も乗っ取られるなと、いわゆるその歴史観もそうですし、もうエネルギーでも海洋光パネルが苫小牧辺りでザーッてやってるわけですね。それからもう一つは食料の問題で、今食料の地であるその北海道の土地がバンバン買われて、水も買われているという、こういう水と食料と、いわゆるエネルギーと歴史認識と、まるで全て北海道もやられている。それ最終的に人口侵略というか移民を1000万人受け入れて、私はこれ全くウィーンと同じじゃないかなというふうに思っているんですけど、なぜこんだけ左翼が強くなったんですかね。ちょっと一人ずつちょっと聞きたいんですね。なぜ左翼があれだけ共産主義が崩壊したにもかかわらず、我々保守がですね、解体反対って保守がデモやって、陳情の上では話も聞いてくれない状態ですよ。なんでこんなひどい状態になったのか。もともと北海道はですね、ロースが強いんですよ。だからその伝統ですよね。でそれがやっぱりずっとあって、でそれでものすごく失態をするとかってことはあれは別だけど、例えば横道さんみたいなね、スターが知事になったりするもんだから、うん、そういう意味で の支持っていうのはやっぱりあるということですよ。だから そうするとそういう保守とか革新を超えた、そういうものになりますからね。そこはやっぱり大きなポイントですね。まあ皆さん、自民党はですね、利権で動いてると、まあ
解体費用から今度は新たにもう作るというものすごいお金が動いているので、自民党は理念じゃなくて利権で動いているという、そういう体質というのはあるんですか。そうですね、だからそういうのがあるから批判されるわけですよ、うん、だからその参議院選挙なんか、まあ、最近やっぱり政治の問題なのは投票に行かない人が圧倒的に多くなっちゃう、うん、だから参議院 の、 その比例全国見れば分かるんだけど、自民党の場合は全部業界代表ばっかり出してるでしょ、うん、で野党の場合は労働組合ばっかりでしょ、うん、そしたらね、ろくな政治にならないわけですよ、うん、一般の国民全体の利益を考えた政治にならないわけですよ。またどっちもこっちもね、だから政治をやる方もそうだし、国民もろくなやつはいないから俺は行かないよって言って、それがだから政治を行って現実的に投票議席を獲得するにはやっぱり投票に行ってくれる人を相手にするわけでしょ。そうするとそういう問題と出てくるわけだけど、ただ世の中変わってきましたから、やっぱり高度成長の時はだから公共事業を地方に持ってって、それでまあ経済を良くするみたいな時代だったけど、今はもうそんな時代じゃないから、だからそういう意味での、 あの基本的な構造がやっぱり合わなくなるんです。だから30年間日本の経済が悪いとか給料が上がらないとかっていうのはやっぱりそういうところに問題があるんですね。だからそういう意味では政治を変えないかしら。だって自民党だって2世3世多すぎるから、李登輝はよく言ってたけど、日本の政治の周りには2世3世だっつって、そういうところもあるから、だからお互いですね。あの山口さんね、あの安倍さんの死に対して本当にみんなが口をつむんでる、保守派もつむんでる、こういう政治ってのは一体どこからこういう風になったと思われますか。安倍さんのそのがどうやって安倍さんを殺めた銃弾は誰が撃ったものかということ、うん、これについては実はね、多くの自民党あるいは警察関係者、評論家、今奈良県警と奈良地検が言ってることはおかしいじゃないかという人がね、じゃあ非常にたくさんいます。ただ佐藤さんおっしゃるようにそれをね表立って言えないんです、うん、これは表立って言うことを妨害する勢力があるのと、表立って言いにくい空気の影響、両方だと思うんですね。だ私は職業上ねおかしいと思ったらそれは有資格けど、うん、自民党で選挙を戦う人、あるいは自民党関連で情報をもらってる人、うん、それから特に警察関係から情報をもらってる人は、いや天海単独に決まってるんじゃないかと言って、まあ、私の方がよく攻撃されてます。ただ私はもう攻撃されるのにもうこの頃から慣れてるあのいいんですけど、そうじゃなくて自民党の看板で選挙を戦う人はあれおかしいなと思ってる国会議員ですよ、うん、それは表では申し訳ないけど今は言えないと言ってます。僕はでも逆に言うとチャンスはあると思ってますよ、ね。あと、まあ、先ほどウクライナの話ありましたけど、アメリカの、まあ、金融資本が後ろで、まあ、ウクライナを押しているという、こういう歴史認識が結構ネットではもう広がっているのに、うん、自民党の意見からそれ、まあ、西田翔士さんとも、ね、何かはいますけども、圧倒的にこの論に対してロシアけしからんウクライナかわいその論理がいまだに変わらないというのはこれは何だと思いますか。これもあの多層的な理由があるんですが、一番簡単なのは例えば NHK とか日本テレビとかがどうやって戦後 できたんでしょうって考えたら、これはアメリカ支配の中で生まれてきたものですね。新聞社も実はそうですね。例えば読売新聞を作った人、勝利を決まった人は永久戦犯だったし、7人の尊い命が処刑された翌日に解放釈放された人です。そして CIA の工作員だっていうことが、その公文書で明らかになっているのが勝利を決まった。その人が作った会社があって、その後で、まあ、ドンをやってる鍋爪さんに引き継いだんだけど、これは極めてアメリカと近い言論を背負ってる、まあ、読み入れグループは一番分かりやすいですけど、まあみんな一緒なんですよ。だとするとアメリカがロシアを誘い込んだんだという、まあ、はっきり言ってどう見ても明らかなことはこれ報道しないと、うん、NHK はだってウクライナ一番ひどかったのはマリウポリの攻防戦、あれは人間の盾やってたのはアゾフ大隊側なんです、うん、これ証拠もあるんです。今解放されてあそこの病院普通の病院として普通に使われてるんですよ。でも
日本では報道されませんね。だからこれ安倍さんの暗殺もそうだし、ウクライナ戦争の真実についても、要するに日本人を沈没組織に置くアメリカ、あるいは佐藤さんのおっしゃるその背後の勢力に都合の悪いニュースは出てこないようになってる。だからこそこういう会が大事だし、インターネットも大事。でもインターネットで言っても飛ばされる、うん、私のチャンネルも何かのバンされる、バンされる、まあ、文化チャンネルがね、まあ、全然あれもね、スポンサーつかなくなってね、スポンサーつかと広告がつかなくなる。あ、大変。で私の YouTube チャンネルはもう何回もバン、あの、うん、バン。で私の場合は敵が多すぎて誰がやってるのかわからない。というまやる。この間飯田さんはちょっとバンされてる。その瞬間にバン。ファイザーって民間企業のただの名前でしょ。皆さん打ったでしょ。みんな打ってないよ、ここはしら。だからそのいわゆる言論封殺が実は。ちょっと前にどんどん悪化してるんですよ。インターネットもダメだから、うん、あのじゃあ宇多村さんに聞きたいんですけどね、今卒業式シーズンに今なりますよね、卒業式にマスクをするかしないかって今あの、うん、みんな決断のできない政治家がいて、いてね、なんでこのマスクするしないと世界はもうマスクを外してるのにこれを決断できない日本の政治家の何が原因なんですかね。いやいや決断できないというよりも、政治はですね、できるだけ厳しく規制した方がいいんですよ。そうですね、楽観的なことを言って、ちょっと何かが出ると、お前がそんなことを言ったからこんなことになったんだろうと言われるから、それはやっぱりなんていうかな、人情ですね、そんなようなことだから、だから政治家が率先してマスクを外して、さあ行こうっていうのはね、なかなか言いにくいですよ。そこらやっぱりありますよ。なかなかトランプみたいなのいないから日本はそんなところじゃないけど、どうですか、義理人情ですか。ただね、私は例えば岸田さんはね、去年のゴールデンウィークの外遊時マスクしてないんですよ。去年ですよ、去年の5月、それから7月、例えばもう辞めちゃったけどボリス・ジョンソンってイギリスの首相のもう距離もっと近いですよ、でも日本は室内で必ずマスクをしてくださいと国民に言ってたんです。で、私、官邸の知り合いにね、岸田さんだけでもマスクするのが日本人に対する正義でしょって聞いたんです。そしたら、日本政府は外遊先のルールに従うことにしています。そういうことだね。だったら、じゃあ日本人もそれでいいってことになりますよ。じゃあそこで岸田が移されて日本に持ち帰ったらどうするんですかということを厚労省が言ってるんだから、岸田さんという人は図太いけど外圧には弱いんですよ。だってそこでマスクをしてたって誰も文句言わないでしょ。いや日本はこういうルールですからと言えばいい。それができない。すいません、こっち変えます。そういうこと一つとってもこういう有事で骨がない、それから国民にそういうことを言っておいて自分は外で やらないんだよ、示しも何もないじゃないですか。じゃあ子供も観光行ってネクタイ買えますよ。だから私はね、それは些細なことに見えて有事に彼では無理だっていうのは、例えばマスク一つ取っても、じゃあなんで5月8日までそれゴールデンウィーク終わりまでやめてってことでしょ。じゃあお前去年外してたじゃないかって、すいません、このぐらいしておきますね。イライラする。実はですね、説明のパネル上野さんはですね、10年前から孔子学園は危ないよって言ってる。私は6年前参議院選で北海道の土地の爆買いは本当に実際にもう乗っ取られてる状態だよと、木内喜一郎が守った北海道をちゃんと守らないとダメじゃないかって言って、ずーっと何一つ変わってない。そして私、宮本正文さんと一緒に北海道の土地のツアーを行って、宮本さんどうですかって言ったら、もうブスーッとしてるんです。一向に変わらない。この一向に変わらない政治は一体何なんだって怒ってましたけど、なぜ危機感をこうみんな もうね、それぞれの人はなんかもう罵し上げて知らせてはいるんだけど、一向に変わらない最大の理由は何なんだと思われますか。今ちょっとボケとしたから一向に変わらない、それは日本人みんなそうですよね。いやだから変えるっていうことになるとやっぱり問題が出たりするでしょ。だから
今問題なのは時代が変化してるから挑戦したり変えたり失敗してもまたチャレンジするというのをやらないわけですよ。だからずっと特に役所も大企業中心にね、まあ、そういう問題がずっとあるから、だから新しいその技術だとか新しいビジネスが起こるってことないんですよ。みんなやっぱりね遅い、決断が遅い。僕はちゃんとさっさやるけど、うん、本当遅いですよ。 SNS でもね、うん、1日しても2日してもね返事が来ないとかね、うん、まあさ役所でなんとかとか会社の人ならいいけど、僕は特に個人だから、特にその仕事の関係ですぐ来たらすぐしなきゃいかんし、例えば取材で夜電話したらすぐ反応しなきゃいかんとか、そういうのに特に敏感になってきてるわけだけど、それにしてもやっぱりのんびりして遅いね。そこらはやっぱりあるんじゃないですか。やっぱりだと思いますね。私は田村さんから要望ったらすぐやりますけどね。あんた俺もないから。はい、それではですね、せっかく皆さん会場の方が来ておられますので、会場の方からまたご質問を受けたいと思います。